流れですね。篠原も逆を取られた。面白いですね、さあ運び方が。ゴール前だぞ、シュート決まった。中に入れてシュートは落とせない。長沼ボールをキープ、中に入れてシュート決め、決まりました、2点目。有田から遠いサイドにいる川村には渡りませんでした。逆に川村前向いてシュートを打った。1点になっていた小暮、中に入ってきた小暮、おー、ダメない、シュート、川村。2番だ、折り返した後、流れが忘れた、イエス。取った横田に右サイドにつなぐシュートが来る、ポストを叩く、押し込んだ。